毎日毎日仕事仕事で、ああもう本当に、ね、恋するし暇もあるやし、もう噛んだからあかん、もう噛んだらいかんやん、恋する暇もってお前、いや江戸っ子やからね僕は、まあでもまあ頑張らなしゃあないなと、そうですよ、いやほんまこうなったら頑張らなしゃあないと、うんね、だってこんな人間にこんな生まれてこれるかどうかわからないんですから、今人間として頑張らないと、あそうなん？そりゃそうよ、今度生まれ変わったらもう餃子かもわからないんだ。魂のあるものはなんで餃子に生まれなかった、そいつは何かパクっていかれたら終わりか、そうですよ、ほらまたまた輪廻して違うもんに生まれ変わるまでそれはもうまっとかなあかんの、それはもうすごいことになる、そんなあんな話あるかよお前、今までうわー言うてるやつがなんで餃子にならなかったなんや、生まれ変わっての一番最低のランクって言ったらなんやねん、アリでええやん、アリが最低か、そうや絶対ちゃうわ。いや餃子じゃないことは確かに。餃子はでも俺一番下やとは言うてないで。いや餃子より下は何やねん。水餃子だって。何にしてもね、人間に今度生まれ変わるかどうかわからないんですから、頑張らなあかんなっていう話をしてるんじゃないですか。はいはいはい、人間に生まれたら人間に生まれたでまた人間もいろいろあるしな。全然女にも相手されへんような人間に生まれてくるぐらいやったらもうごっつ男前の鹿かなんかの。ヤギとかあんなの。ごっつ男前ね、それが。どっちがええ。いや俺。ごっつ男前ね。いやで、もう、うるさいな。ねえ。ごっついねんもう。でもそれは動物界でしかわからないんでしょ。いやもうメスヤギがもうすごいねん。あペンダントつけてんねん。なんでもうごっつかっこええから、もうすごいねん。いやいや、そのポーズが別にかっこええとは思えへんけど。いやいやいや、別にこんなんは別にかっこええとは思えへん。魔法ヤギやで、他のヤギなんかもうこんなんやん、それはもうそいつはもうこんなんやん。いやだから毛もな、ちょっとこうなって、ちょっとパンタロン調になってる。ベルボトムになってベルボトムになってるよ。おーかっこいいねねえ、それはお前に譲るわ。もうお前分かってへんわ、どれだけかっこええか言うの。いやだからやお前が思ってるなん日本だから、だから分かれへんからやないか、人間で言うたらもう風大衆とかもうそんなもんもう飛ぶぐらいヤギ界ではもうすごいんだ。お前はなんでそんなことが言えんねん。だからもうカシャン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 メーサインせんのサインせんのサインもメーなの。メー今世間では団子三兄弟がブームですが、たい焼きくん世代の私にはどうもいまいち馴染めないものがあります。あ、それは言えますね。でもそこで松本さんにお願いです。はい、団子世代にもたい焼き世代にもしっくりくる童謡を作ってください。まあこんなの僕の最も得意とするところですけども、まあ数々、ね、どうですかその団子三兄弟団子三兄弟言うて。まあでもちゃんと全部聞いたことはないですけど、ね、まあ僕もあんまちゃんと聞いたことないんですよ、うん、で泳げたい焼きくん世代でしょ僕らは。はいはい、そうです。でそんなんで僕らは育ってきてますから、なんか団子三兄弟には正直あんまりこうエレクトしないですよな。いや別にたい焼きくんでもエレクトはせえへん。いやたい焼きくんはねやっぱりようできた歌ですよ。団子三兄弟はやっぱりもう一つ爪が甘いというかちょっとグダグダですね。あそうですか。やっぱあれではたい焼きくんは抜けないですよね。抜けないですし、僕が今から発表する歌がもう全部そっちに流れていきますから。マジっすか。はい。あもうちょっと、もう初めて聞きますから。マジっすか。えマジっすか。いや、はい、聞きますか。はいはい、うん、羊羹夫妻。なんかちょっとパクってるやん。団子があかん言うて羊羹なん。でも向こうは兄弟やからね。いやだから向こうは兄弟やからこっちは夫妻なんでしょ。うん、まあええけどさ、結局は出来の良さですよ。向こうグダグダやもん、兄弟でなんや醤油がどうたらなんや何にもおもろない。全然見えてけえもんストーリー性が。そうですか。やっぱり羊羹夫妻の。
どうなんやろ。大丈夫大丈夫。あそう、はい、それなりにそういう死になってる。これでも明日から羊羹ブームですよ。ちょっとお願いします。羊羹夫妻、まあないもんやからね。いや、なんか当たり前のように言うけど。じゃあ羊羹夫妻を。はいはい。羊羹夫妻は仲良しだ。もうええわ。いやこんな歌い方やねん。やる気ないみたいな歌い方やねん。でもほんまめっちゃやる気あんねんって。難しいな。羊羹夫妻は仲良しだ、夜はいつでも水羊羹。水いらずいうことね。それ子供分かりにくいんじゃん。旦那羊羹、嫁羊羹。その言葉自体がもう子供受け付けへんもん。旦那とか嫁とかお父さんとかお母さんとかパパとかママとか入れんと子供は受け付けへんわ。旦那羊羹、嫁羊羹、夜は栗羊羹。受け付けへんよね。聞くやん子供は。お父さん夜は栗羊羹ってどういうこと。聞いても分からかずですよな。あ、ちょっとこれええわ、これええ。何やねん、これものすごいええできちゃうかな。今来たって感じすんねんけど。そう、ちょっとオープニング変えようか。え、どういうこと。これで、うん、ええよな。あ、ええよ。もうほらもうタクシードライバーももう結構ないことやったし。あ、ええよ。ちょっとこれで行こう。うん、分かった。ほんならちょっと羊羹塞いで。ごめん、ちょっと待って、レコーディング。あ、ほんまマジで。みんな集会して。じゃあでも前奏言ってよ、前奏。前奏なんか分かるか俺に。ダンダダンダンダラララララララ。子供にウケへんって。何じゃん、怖いやん。ええやんけ、怖かったって別に。やるよお前は。え、ダンダダダンダンやな。はい、ヨーゴカンカンカン。ここはここはもう幼稚でむきしょうもないこと言ってたらええねん。そんなんでええねん。そんなんの方が子供はうわーって勇敢さやーってなる。ヨーカンカンカンやな。うん、そうです。オッケー、分かった。いつでもええの。いつでも OK。 じゃあ静かにしてや。うん。よーかんかんかーん、よーかん夫妻は仲良しだ、いつも二人で水ようかん、ようかんの旦那、ようかんの嫁、夜は栗ようかん。上がってるじゃないか。はっきりさせろ。どういうこと。音が取られへん。今の大丈夫で大丈夫やから OK。 あ、OK です。ほんま、うん、じゃあ聞いてみましょう。よーかんかんかん。こっから全然トーンが変わんない。羊羹夫妻は仲良しだ、いつも二人で水羊羹、羊羹の旦那、おかしい、羊羹の嫁、夜は栗羊羹。OK、うん、おかしいな。大丈夫な、これですよ。大丈夫大丈夫、これですよ。とりあえずこれで。ほんまね、いつも二人で水羊羹って言った時に、お前が、うん、水いらず言うことやねっていう。そうだね。あった方が分かりやすいんちゃうかな。子供の食いつきがええんちゃうかなと思うの。ほんなら栗羊羹の時は何て言うの。×のことやねって言うの。そんなこと言うてええの。競争行動には反してないやろ。だどうなんの。でも夜は栗羊羹言うてるだけやからな。いや夜は栗羊羹はええよ。うん、そ俺横から
のことやねっていうのは。そうやだからお前は厳重注意を受けるよ。ライオンの6年ぐらい前の横須賀事件。横須賀にあのケンタッキーフライドチキンじゃないわ、ミスタードーナツの CM 撮りに行った。あ、コマーシャルね。ねえ、あの横須賀やったやろあれ。あ、そうやったっけ。横須賀のホテルに俺泊まってたんや、二人でな、はあ、マネージャーと一緒に、はいはい、で夜どうしても腹減ったんや、はあ、ね、もうたまらんようになって、絶対どっかに吉野家かなんかあるはずやから、うん、ちょっと行こうと思って、全然まあこっちでも顔知られてへん時やからね。ああ、バーってもう夜の2時ぐらいかな、ホテル出て一人でバーって歩いてたら、こっちになんか中学生みたいななんかね、中学生が高校1年生ぐらいのなんか5人ぐらいがこう溜まってるわけで、で酔うてんねんちょっと、うわーもう嫌やなこんなに絡まれたらと思って、でもうできるだけこう無視してこうね、こう絡まれへんようにしてたんですよ。ほんなら一人がバーってついてきて、ゆうちゃんどこ行くんだよ。君のことゆうちゃんや思てたんや。ゆうちゃんや思てん、まあ、どこのゆうちゃんか知らんけど、うん、何やこいつと思って、でもとりあえずもうすぐ辞めるやろうと思ってずっと歩いてたんです。ゆうちゃん、ゆうちゃん、ずっとついてくるんですよ、言いながらゆうちゃん、ゆうちゃん。そうそう、ほんで、まあ、暗いとこやから、うん、とりあえず今何言うてもこいつも酔うとるし、絶対どうしようもないから、明るいとこまで来たら俺がゆうちゃんやないということをこいつにはっきりさせたろうと思って、うんうんうん、ずっと暗いとこは我慢して、うん、あ、この明るいとこまで、明るいとこまで、うん、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ずっとついてきよる、うんうん、バーって明るいとこ来た時に、なんや、うん、ってパッて振り返ったんですよ、うん、怒んなよ、ゆうちゃん。こいつ俺が怒ってる表情は分かっても、ゆうちゃんじゃないっていうことは分かれへんや。よっぽど逃げたんやね。ほんでな、あれな、これマジやで、2キロぐらい。お前もう帰れよ、もうそんな牛丼食いたかったんか。食いたかったよね、なかったんよ。ずーっとついてくんのよ、うん、仕方すんなよゆうちゃん。もうそういうやつは殴れよ。せやろ、ほんで俺もう止まって、もうこれ話せなあかんわ、うん、自分ちょっとおいで、うん、俺はゆうちゃんじゃないねや、うん、俺喋ってんの見ても分かるやろ、大阪の人間や、うん、ゆうちゃんって言うてビビってんねん。ゆうちゃんなんてことを言うんだよっていう目をしてるわけや。ビビりや、どうしようもないわな、それ。どうしようもないねん。ほんで俺もそのままずーっと、もうしゃあかんわこれ思ってホテルまで帰ったんですよ、うん、ホテルまで帰って、ホテルの前まで来たら、ゆうちゃんどこ入るんだよ、叱られるよ。大丈夫ゆうちゃん、ほんまか、ほんまやねんって。腹立ってきたな、だんだん。ほんまやねんって、うん、ほんで俺もフロントまで行って、うん、ほんで鍵もうて、でそこがね、そこのホテルがあのガラス張りやねん、外から見えんねん、はいはいはい、ほんで俺がホテルフロントで鍵もうてる時もずっとこうやって見てんねん、うん、ほんで俺エレベーター落ちてバッと開いて中入ってシューって閉まる時まで。素敵です、素敵な松本さん、はい、僕は常に人からお素敵だねと思われたいと思っているのですが、もちろんなかなかうまくいきません、はい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 、そこで松本さん、ええ、こんな時にこのセリフを言えば、うん、必ず人から素敵に思われるという、うん、その方法を教えてください。 あのね、それはもちろんそうですよ、うん、女性にしたってね、男性でね、知的じゃない人の方が好きなんていうやつはね、うん、いないわけですから。いや、教えたっていうのは彼にこれを言えば、そうですね、そう思われるよっていう、もちろん教えないという解決しないですからね。あ、そうやん、そういえばお前には知的さがないよね。まあまあ、それで、あの尾脊骨まだちょっと骨に出てますけどね。あれ、自分ちゃかったっけ。誰のケースと真面目だよ。これはね、非常に簡単な話なんです。あ、そうですか。ええ、一番いいのは週に1回、うん、水木、うん、うちの家に来ていただきたい。レッスンを受けていただきたい。1時間20分。何さ、中途半端な。1時間でええがな。いやいや、まあまあ、1時間半に最初はしてたんですけども、まあまあ、ちょっとティータイムみたいなのもあって。まあ、1時間20分。違うよ、でも簡単にできんねやろ。すごく教えたいし、客にも教えたいし、テレビ見てる人にも教えたい。でも、お前に教えたくないわ。だから、
お前がそれを吸収することが俺は許されお前にだけはバレへん。ほな俺どうしたらええのよ。ああじゃあいいですよ、教えましょう。教えたれや。いいですか、会話をしましょう。じゃあ何やねん、会話する中で使うんかい非常に簡単な話なんですよ。何を会話の中で常に英語を入れていけってことなんです。わかりますか、はいはいはい、何か質問されて、うん、何かを英語英単語1個でも絶対に英単語1個入れへんかったら相手に返してはいけないぐらいの気持ちで、わ、うん、かります。それで返すことによって知的やって思われる。もちろんもちろん、それはそうですよ。そうかな、今日暑いっすね。あのデグレッシェンドやったんやね今日こんな天気ええのに明日雨らしいですよ。ああそれはもうダークサイドやねただね、明日雨やけどその次まだ晴れるんやって。ストレッチやねなんやだってさ、ごっつ早いもん落ちへんもんもうグワーッてなってた、泣きそうだったもんもっとお前がいっぱい喋って1分ぐらいお前が喋ってで俺に聞いてこいよじゃないとそんなん無理やもん。わかるか。あのなんや、この間辰吉の試合が大阪であったらしいやんかね。でそれわざわざあなた一人で行ったらしいやんか、話聞くと、ところによるといつも何人か連れて行くのにもかかわらずその日は一人で大阪ドームへ行って、まあまあまあ最後の辰吉の試合やね、たった一人で行ってまた帰り、もうなんかね日帰りで帰ったらしいのよ。それが普通やったら泊まるのにもかかわらず試合終わったらすぐ会場出てタクシー乗ってね、新大阪行って新幹線で東京へ帰ってきた。大変な一日やったらしいですな。何にも浮かべへん捨て犬や捨て猫を見つけると放っておけないという心優しい松本さんに質問です。はい、これマジですけどね、先日捨てゴリラを拾ったそうですがゴリラを飼い始めてみて分かったゴリラの変な習性があったらぜひ教えてください。いやまずそのゴリラを拾ったというのは、拾ったというのは少しあの誤りがありますね。うんうんうん、どういうこと。預かったって言った方が早い。え、どれぐらいのゴリラ。どれぐらいのゴリラっていうのは大きさ。あ、大きさ、まあ、大きさ言われてもね、それどっからどこまで大きさと言えるかどうか。いやいや違うわよ、こんなもんやとか、こんなもんやとか。だいたいあの主演のおっさんぐらいですよちょっと呼んできて目安が分かれ、目安が。ここの主演のおっさんとは言うてへんがな。だいたいみんなの描いてる主演のおっさんぐらいだいたいみんなの。ほんなこれぐらいあるの。まあまあ人間サイズですよね。でかっ。え、ゴリラでしょ。ゴリラですよ。うん、うん、誰から預かったの。あの親ゴリラからです親やと思いますよ。これ断定したらいかんけどね、そいつより大きいやつにお願いしますって言われたからあれは親なんでしょう。ゴリラの変な習性があったら教えてください。まずね、こたつをすぐ切りますよこれおもろいななんか寒いなぁ思たらまたお前かっつくで今たにあの冷蔵庫のブズン、あのブンっていう音にも絶対見ますよそらゴリラなかったって見るやろ。この2点だけはずっと変わらない。あとはまあうんこする場所は覚えたり、うん、マウンティングがちょっと減ったりとかはあるんですけど。マウンティングってマウンティングじゃないですかね。そうなん、あれマウンティングって言うんですよ。あ、そうなん、あれマウンティングって言うんですよ。ゴリラ面白いですね。でもあの犬やあんなんとはやっぱり違いますもんね。もうそんなん別にあんな人間とあんま変われへんねんから、うん、ババカってトイレでやらしたらええじゃん。あ、うんこですか、うん、うんこはねやっぱり流れないですよ、ものすごいほんまに、うん、蓋閉まれへん、蓋え流れへんって、そういうこと、うん、そんなパパここわけないやん。もの
すごいんですよ。ほんで蓋閉めやがったから、蓋開けたら蓋についてんの。それぐらいなんですよ。もうグラスもね、よう見よるんですよ。何でやろ、あろてん、あろたでそれ言うてんねんけど。見よる。そんなこと松本言うなって言われるかもわからないですけども、はい、もう今日はもう本当にお眠に入ってしまいました。そんなこと言うな、お前、松本そんなこと言うな。いや、ごめんなさい、本当に前の日寝すぎましてね、昨日も全然寝られへんかって、もう昼頃まで寝られへんからもうええ思って起きてた、ガバー起きて、うん、もうそれから正解に立ったんですよ。まあちょっと本当ローションも残ったこの体で、申し訳ないんですけども、めっちゃお眠入ってしまいまして、もうボケ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 なんですよ今も。本当に申し訳ないですわ。だって俺、あの原宿の駅前通ってきたんですけどね、原宿の駅の前にね、あの薬局あって、その上にね、ティーサロン風っていう喫茶店があるんですよ。それあんの僕知ってるんですよ。もうボケ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 ですから、パーって車運転しながら、ティーサロン風って呼んでしまう。それ言い過ぎやろ。ほんまですって、ほんまですって、この世界に風って何の店やろって思ったんで、ほんとごめんなさい。ボケ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 で、ほんとにノーって知ってます？ノーノーノーってひらがなのノーやないかい。ひらがなの脳は知ってますよ。ひらがなの脳、え、ひらがなの脳、はい、脳について私いろいろ最近研究したんですよ。脳、うん、っていうのはこれ面白いもんですね、うん、ああそう、脳がついてるうちにはね、舐められてるっていう証拠なんですよね。何言ってるか分かれへんけど、まあ、じゃあ発表してよ。脳がついてる、どういう意味か。例えばですね、カブトムシ、はいね、カブトムシ、カブトムシって言うでしょ、うん、カブトの虫とは言わないですよね。言わない。そうでしょ、カブトムシっていうんですよ、うん、言います。だからその脳が取れて初めて独り立ち、うん、市民権を得たわけですよ。もう舐められてないわけですよ。彼は何を言ってるの。じゃあ空手のチョップっておかしいでしょ。おかしいよ、空手チョップじゃないですか、うん、いや、おかしいから空手チョップって言うてんの。おかしいから脳は入れないんですよ。でもね、昔は言うてたはずなんですよ。あ、そう、多分空手がまだそんなに市民権を得てない頃ですよ。はいはいはい、空手っちゅうのがあってな、これチョップやろ、これを空手のチョップで、空手チョップなんやって言うてたはずなんです。空手チョップ言うてもうた。ちゃうなちゃうな、僕の伝えたいことはそういうことじゃないな。あとゴルフクラブ、うん、ね、うん、これはもうゴルフがみんなさんに、うん、これだけ浸透したから、はい、もうゴルフクラブで通じるわけですよ、うん、昔まだゴルフがまだそんなに普及してなかった時はゴルフのクラブって言ってたはずなんですよ。ゴルフのクラブ、だから脳がついてるうちは舐められてる証拠なんですよ。ほう、まだ一人前として認めてもらってないっていうことなんですよ。舐められてるもんっていうのは何があるんですか。え、今現在舐められてるもんはどういうもんがあるんですか。例えば、じゃあ一番わかりやすい話しましょう、うん、ダウンタウン松本、うん、これは、うん、もう愛されてるから成立してるじゃないですか。ダウンタウン松本、うん、もう市民権を得てますからね。でもお前は悲しいかな、ダウンタウンの浜田なの。舐められているなんですよ。それお前の言い方一つやんけ。いやダウンタウン松本ってこれ言えるでしょ、うん、ダウンタウンの浜田ってやっぱ言うてしまうじゃないですか。やっぱりレベルが低いんですよ。なんで言うてしまうねんな。そのいや映画の他でのがついてて舐められてんのは他なんかあるんですかっていう聞いてる。ね、浜田の乳首ですよ。そうや、浜田の乳首や。これは市民権を得てないんですよ。お前は松本乳首言うんか。松本乳首。それはあんたの言い方一つであって、
そうかな。もっとみんなが聞いてああっていう、あそれにはのはついてるよね、それ発表せんと。あのね、松本の、いやそんなんええねん。いやこれ聞いて、これ聞いて、これ言いたい、これ言いたい、これもうちょっと大変言いたいねんて。もうちょっと分かりやすい。いやいや、これ言わせて、これ言わせて。松本の脇が。これは、これは脳がつくんですよ。なぜなら、松本は脇がじゃないから。浜田脇がな。これは、市民権を得てるからなんだ。いや、得てないって。みんな、みんな臭くさいからですよ。みんな臭くさいいうこと知ってるからですよ。いうことを知ってるからなんですよ。だからやっぱり市民権得てる。なんでそれだけ脳入れへんねん、おかしい。みんなが分かることを言え。独り立ちしてるからなんですよ。独り立ちしてへんがな。いやいや、だから脳っていうのは、いやが分かりやすいことを言えや。なんですごい分かったでしょ。いや無理やんか。日本のテレビって言われてたんですよ。この曲そんなわけないやん。開局した時から日本テレビ。いや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 、そんなことないでしょ。多分日テレが一番早いはずですから、民放ではね。だから日本のテレビって言われてたんですよ。日本のテレビ見ようや。いやいや、そんなわけない。それが脳がなくなったのは、もう日本テレビ日テレがこうもう認められたっていうことなんだ。だから早く、俺が結局言いたいのはそれはどうでもいいんですよ。お前は早く脳が取れるように頑張れよ。ボケ。いや、そんなんで締められへんやん、みんな納得できへんやん、そんなことやったらもういつまでたってももう73やん。何がもうギャラはな。どうして F1 レーサーは、はい、おっさんに相談したいことがあります。何でも相談してくださいよ。僕は車に乗っていて夕方から夜になっていくとき、ライトをつけるタイミングが分かりません。どんなタイミングでつければいいか、一番いい方法を教えてください。なるほどね。あなたいつつけますか。いつ、うん、前にそれ走ってられると、うんうんうん、こいつつけるまで俺つけへんとか、あたまに意地張ってつけへん時あるんですよ。真っ暗でちょっと危ないんだけど。お前さっきつけろやみたいな。あ、そうですか。僕は逆にあの誰よりも先つけてやろう、ホットドギスですけどね。つけるなら俺が代わりにホットドギス。だからタイミングはね、別に暗なったからつけるとかね、そんなんないですね。あ、そうですか、うん、簡単に言うと、うん、やっぱり人を引く前にはつけたいですよ。あ、それぐらい暗くなってたらやばいってね。いやいやいや、ノンノンノン。だからバーって乗っててお前が歩行者やんけ、うん、で、こう来た時に真っ暗、全然つけへんまま暗いとこ歩いてて、このままドーンやったら誰を引いたか、どんな顔してたのかもわからないじゃないですか。ああ、はい、だから最低限ここではつけたいですよね、パチッ。引く瞬間は見たいじゃないですか。うん、見たくない。最低限ですよ。そう、極論やね。極論ですけどね、そこでは絶対見てやった方がいいじゃないですか、死に顔を。うん、というかさ、もっと前につけときいな、その真っ暗やねんから、そのタイミング教えろって言ってんの。うん。若干怒ってるわけね。まあまあ別にそんなに怒ってないよ。ただまあちょっと100で言うところの15ぐらい怒ってる。はい、わかります。いやだから、うん、例えばほらさっき僕言いましたけど、タイミングが分かれへんねやったら、ええ、いやその車がもうスモールつけ出したら自分もつけなさいよとか、うん、なんかそういう分かりやすい教え方。この話はちょっと難しくて、うん、季節っていうものがありますからね。時間を決めたら一年中行けるかっていうと、これ夏と冬では全然このね違いますからね。まあまあそうやな。そういうことがあるじゃないですか。いやいや、別にだから季節関係ないかな。分かりやすい教え方してくれ。15が25ぐらい。いや、そう分からへん。なんや15が25。怒り度合いがね。ああ、俺の回り。まあまあ先よりはちょっと上がってるかも分からへん。イラってしてますよね。まあ多少ね。だから分かりやすい教え方。どういう教え方をしてほしいですか。あ。今、イラーってしましたよ。イラーってしましたよ。いや、だから分かりやすい教え方してくれたらええかな。分かりました、うん、分かりやすい、はいはい、できるだけ分かりやすい、そう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 、教え方をここはやっぱりするべきですよね、うん、だから言ってるやん。
右折、うん、それから左折、はいはい、で右折、うん、左折、うん、右折左折パーですよ。いやいや、ノン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 、ライトの使い方やもんな。それ朝っぱら走っててもやんのか。どういうことですか。朝6時や7時に走っててもそれやんのかって。右折左折右折左折、朝6時にそんなに右折左折しなくていいじゃないですか。逆に言えばね。いや、しなくていいって。そいつはそうせないかれへんかったらどうすんの。なんでですの。時間のことも考えろっちゅうね。ライトつける時間わかりました、わかりました。じゃあわかりました、うん、右折。いや、違うねん、違うねん。あのな、右折、左折、どうでもええねん。その人が行きたいとこやから。わかりました、わかりました。もうじゃあ、はっきり言いましょうよ。右折、8回したらつけろ。ねえ、だから、それは いつやねん。だから、右折、8回したらつけたらええやんか。8回ってなんやん。右折、8回でつけろやん、もう。いや、明るいのにつけてもしゃあないやん。ええやんけ、切れろや。じゃあ、切れたらええねやろ。つけろや。ものすごく切れ出したな。何やこれ。右折右折右折、いやいや右折、右折はええねん。ただ左折した時はマイナス2ポイントって考え。分かれへんねん、分かれへんねん。分かるか、分かれへんねん。なんで分かれへんねん。考えろや。周りの人間がライトをつけ出した時にどのタイミングでサイトをつけたら逃げるって言ったや。隣のやつがつけたらつけたらええんか。どっかにした左折に行かれした。先日道を歩いているとワカメが落ちていました。一体どういうことなんでしょう。何かの暗示なんでしょうか。松本先生、私に答え。これは神がお告げしてるわけです、うん、何をですか。いいか、うん、君、はいね、はい、ワカメられるな。という戒めがあるわけです。どういう意味なんですか。え、何、わかめられるなんてどういう意味なんですか。意味なんて存在しなくていいんです。は、そうです。いいですか、はい、道にわかめが落ちるんです、はいはい、それは神のお告げなのです、はいはい、あなたに対して、うん、いいか君、うん、わかめられるなと。はい、それでいいじゃないですか。なんでやの。なんなんですか。ほんならわかめられないようにしたらいいじゃないですか。意味が分からへんかったら、わかめられないようにできないじゃないですか。この先、うん、ほな、お前に大事な質問をします、はい、この先、うん、お前はわかめることがありますか。いや、それは分かれへんよ。意味が分かれへんねんから。今もしかしたら俺、わかめられてるかも分かれへん。でも意味が分かれへんねん、うん、心配すな。いや、心配してるな。何も心配してる。落ち着け落ち着け。今は誰もお前をわかめられてない。なんやそれ。俺なん、今わかめられてないんか。今はわかめられてない。まあええわ、それは。そしてこの先もわかめられるなと言ってるわけですよ。どうしたらええねん。どうしたらわかめられへんよ。それを教えてくれ。はい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 、わかりました、わかりました。例えば仕事とか嫌なことあっても一生懸命やることですよ。そうすればきっと君はわかめられないですよ。だからわかめられるの意味を教えろやん。ああ、そのわかめにこだわるからダメなんです。わかめや、わかめ。なあ、わかめられた時どうしたらええかっていうことを教えてあげよう。いや、わかめられた時は俺はどういう状態なのか教えろ。じゃあ、ちょ待てや。それ教える前にわかめられた時どうするか教えたろって言ってる。順序が逆やな。氷あるでしょ。氷でできるだけ後頭部を冷やす。だからそれ俺はどういう状態なの。できるだけあったかくして頭冷やしてあったかくすんの。わしは風邪ひいとんのか。、うん、で消化のええもん食べて寝ること。風邪か。風邪じゃない、わかめられてるからよ。いや、ほな、まあええわ。ほら、急にわかめられてん。わかめられた、わかめられた、わかめられたってどういうこと。
そうですか。だってあれですよね、初めて会うわけですよ僕らは。でもこの人たちは僕らのことを知っているということがふっと考えると怖いですよね。まあね、まあまあまあね、あれだね、ちょっとびっくりしましてね。何？怖いですよ、うん、あのね、うわそんな古いよお前、まだ言うてへんがな。いや、それもまた古いがな。この間ね、新宿で買い物してたんですよ、うん、ほんでね、うん、新宿で買い物して車をまあまあ止めてね、買い物してたんですよ、うん、ほんで、買い物終わってふわーって来たらね、うん、まあいたずらでしょうね、うん、ガラス、ん？割れ物注意？うん、ん？ガラス？いや、分からなったらええわ。お前にしか分からへんねやから。なんかあるやんけ、こんなよう見かけるようなステッカー、段ボールに貼るような割れ物注意みたいなやつや。がね、バーって、ほんで買い物終わって車バーン乗って、ふわーってエンジンかけてバーって見たら、もうここにね、うん、フロントガラスのとこに割れ物注意のステッカーを貼っとるやつがいるんですよ。でもうしょうもないね思ってね、うん、で、まだ、わー、窓開けて、うん、で、こうビュラーッと剥がして、うん、でもうバーッ捨てて、うん、でこう、うわーっと行ったわけですよ、うん、ほんでそっからずっと新宿からバーッと行って、今度笹塚ですわ、うん、笹塚でお茶を飲もういうことになって、うん、今度バーッとまた出てきた、うん、出てきたんですよ、うん、フロントガラスにまた貼ってあるんですよ。同じやつが、フロントがまた同じのは、全く同じ割れ物注意のステッカーが貼って、と思って、さあつけられてるな、つけられてるな思って、どこやどこやって、もうこっち怖いじゃないですか。意外とその新宿からその笹塚までもね、うん、そのなんていうのかな、結構うろうろしつつ来たんですよ。ほんでうわ気持ち悪いな思って、またフロントガラスバー取って、うん、なんやねんと、うん、でもうそこからもうちょっと巻く感じでね、後ろもわー気にしながら、うん、で行って駐車場家バーンついて、パッと見たら今度下のとこに貼ってあるんですよ。なんやこれと思って、うわこれはあかん、これはあかんでと思って、完全にストーカーや、うん、ほいで家上が部屋上がって、うん、でもあないごろよこよこして、うん、ほいでこう布団について、うん、ふっと気づいたんですけど、たぶんその3枚一緒に貼られてるんですよ。後ろかって気づけんかっただっけやろ最初に。そうやね。全然見れてなかったんですよ。にもかかわらず僕はものすごいこう逃げてたんですよね、いろんなものからね、追いかけられてると思ってね、いや怖いっていうよりお前が怖い。怖い話は、うん、まあ確かにあんま俺も賢ないなと思いましたけどね。あれは何でしょうね、なんかこう盲点ですね。まあ気づけんかったいうこと。どうしてもわからないことがあります。はい。それは8人掛け用のシートにはなぜか1人分ぐらいの色の切り替えであることです。ありますね。なんか茶色っぽくなってるとかそういうことですか。あれは一体誰のため、いや何のために作られたものなんでしょうか。いやあそこに誰か座ってくれたらほら、うん、8人ちゃんと座れるんです。なんかうーん熱帯夜みたいになってます。あ暑いの。それは何、自分で考えたの、お母さんに教えてもらった。なんでやな、わしはもう31や。なんでお母さん自分一人でここまで来たの。はい。誰が考えたの。誰が考えたっていうか、なんか言うてたよなんか、うん、それはまずいことを聞いたな。それは何、間違ったことをインプットされてるて、間違ったことを君は覚えてしまってるね。ほんまですか、うん、ちょっと教えてくださいよ。あれはね、はい、何を隠そうね、はい、あの色が違うとこに、はい、なんで色が違うか、最初は色は全部一緒やったんです。ところがあそこにずっといつまでも座るジジイがいたんです。他のとこだけは火を浴びてどんどん色を合わせていったのにもかかわらず、そのジジイがずっといたことにより、あのジジイがそこにおったことによりちゃんと8人座れるようになった。全部違うでしょ。そんな違いますわ。ほんまのこと教えてくださいよ。ほんまのことを聞きたい、はい、どうしてもほんまのこと聞きたいねんな、お前は。何があってもほんまのことを聞きたいねんな。いやそりゃそうですよ。もうちょっと時間をくれ。
はい。今の浜田さんは松本さんにとって8代目の浜田さんだと聞きました。今の浜田さんを8人目に選んだきっかけを教えてください。また7代目の人はどこが良くなかったのですか。何を言っとんね。2万人から選ばれてる。これはオーディションか。え、8代目の浜田どういうこと。初代もあんたの相方浜田やったの。ずっと浜田とか。まあまあそうやってきましたよね。でお前と組む前にも7人組んでますからね。浜田妹と。ええ、全国の浜田を探せっていうことで四国代表のやつと最後まで競り合って。俺、うん、知らんかったわ。知らんかった、うん、ギリギリダンスで滑ったんです。ダンスで受かったんです。あ、受かったね。タップダンスしたじゃないですか。したんかあれがやら。みんな目に留まって、あの子はいいと。7代目の人はどこが良くなかったんですか。え、7代目俺の前の人。過労でね。過労で死んだんですよ。だから気ぃつけよって言ってね。その体弱、健康で折れよって俺は言うてる。でもあの正直この間平平お前が休んだ時点で、はいはい、そろそろオーディションが、オーディションがっていうのが僕の方にも来てますね。今なんかインド人の子でええ子がおる。いやいや、もうすごい元気な子がおって。いやいやいや、元気でもインド人やろ。浜田やないとあかんじゃん。結構出るタイプらしいで前の段が。あ、それええんちゃう言うて、今度一回会いに行こうかとは言ってます。え、自分相方インド人でええの。全然いいですよ。お前も何人か分からへんねん。それはもう全然いいし、今度のダウンタウンお前どっちもインド人やって言われるで。誰がインド人やの。遅い。で、お前お前もうだから決まりかけてるんで。そうですか。もうしょうがないね。じゃあ俺もじゃあ最後の方のなんか先行するとき俺も一緒にちょっと付き合わせてくれ。いやいや、それやったらお前は自分がええようにええようにしようとするでしょ。お前生き残ろうとするでしょ。でも引き継ぎもあるやん今までの。いやいやいや、引き継ぎもしていかんと。何引き継ぎ。じゃあ徐々にかんよ。そうそうそう、いやこういう時まっちゃんこう言うからこういう時やー言うて教えたらんとあかんやろ。こういうのまっちゃん嫌うからとか。いや、いいですよいいですよ。じゃあちょっとずつ変わってきますよね、うん、だから来週ぐらいまだお前でええわ、はい、でその次ぐらいに一回インド人挟んで。え、3人で一回インド人挟んでやりつつ、ものすごい前に出るタイプです。真ん中やからね。ほらそんな言ってたらスタッフ今からインド人探すよ。でも来週ぐらいからそのニュアンスは出していくから、来週はとりあえずお前がターバンつけといて。ここ分からんようにこうしていきたい。あ、お前の新しい相方やっぱりターバンつけてやるの。もちろんターバンつけてインド人やからね。でお前がターバンつけて分からんようにターバンのイメージでもささっと変わるみたいな。ターバン残しでささっ。ちょっと面白い感じでいくから。分かりました。はい、じゃあ本当もう皆さんに会えんのも、うん、あと少しなんで。もうすいません本当に。あのね、ややこしいのがこの番組ってほらほとんど取って出しじゃないですか。そうやねん。今日取ったら今度日曜日でしょ。日曜日でしょ。これを日曜日応援するでしょ。そうなんですよ。でももうほとんどもうインド人に、完全に俺の相方インド人になってんねんけど、デラックスとか見たらまだお前やねん。これがややこしい。こっちやねん。いや だからそのうまいこと行くまでの引き継ぎは必要ですよ、やっぱり。そうですか。そりゃそう。もう叩き方もお前そんな痛いで、インド人なんかバーンやられたらフラーン。あいつらほらターバンありきで叩いてきた。結構行っても大丈夫やもん。せやろ、俺ないっちゅうねん。そうそう、あ、それ笑い一つ取れるか。俺ターバンないねん。誰がインド人やねん。最近銀行や証券会社など多くの金融機関が経営破綻していますが、うん、ここからです、はいはいはい、自分のお金を安全に守る方法を教えてください。今は本当銀行に預けてても何が起こるか分かりませんよ、はい、これ誰やねん。
当に本当に一昔前はねそれは安全やったわけですよ、うん、ところがこんだけバタ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 これ銀行がこれ倒れて言うだよこれねえ誰やねんだからたまったもんやないと。ああ そうや。それは守りましょう自分の金は自分で。これはねやっぱりね槍でしょうね。槍で守るしかないですよ、ね。痛い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 。ガム取ったやろお前。ガム取ってへんわ。取ってへんわ。いつも来るなお前は。万引きばっかりしやがって。金を守っていかなあかんねん自分で自分の金をね。みんなどうしてるんですか。みんなどうやって守ってんの自分の。お前らなんで喋られへんねん。死ね帰り死ねお前。帰り死ね言われてんの。2種類の違う風邪薬を飲んで死ねお前。なんやそれ。わけわかんない。なんや。なんや。ある意味山崎より立ち悪い。なんぞ切れてんのちゃんと。いいですか。ハガキを持ってるわけですよこの番組で。そのハガキをお前が読んで俺は答えとんねや。そうや。それがなんや。答えをちゃんと出せ。槍で守る言われてる。それのどこが悪いんじゃこれは。死ねお前が死ね。コンプレッサーに巻き込まれるお前。コンプレッサーなんかお前巻き込まれるようなもんちゃうがな。何やおら。出ろお前おら。お前もおやお前もおやお前もおやお前ちょっと賢いかお前。今さっきぐらいからテレビもしかして帰ってきてあーガキ始まってるってパッとつけたらなっちゃんなんで切れてんのってみんな思うな。切れさせた側の問題はどうなっとんねんちゅうとんねん。切れさせた側切れさせた側お前らが悪いんやろが。なんでやねん。死ね死ねお前死ね。名刺いっぱいもうて名刺入れパンパンになれよ。俺は人のためになることをここで言おうとしてるわけでしょ。ああ それを君ら聞いて納得したらええだけの話や。これは我々が反省せなあかんとこや。みんな一緒に謝ってごめんなさい。ああほんまどうもすいませんでした。オッケーオッケーオッケー。ちょっとハマキ持ってこい。なんでやそんなんいらんわな。いらんのかい。そほんならお願いしますわ。よしわかった。よしじゃあ裕太郎お願いします。金を金喋る時に外すな。もうそんなんやったら売れへんで自分が。頼むわお願いします。おおほんまやもあらほんまアホやな。アホですアホです。すいませんお願いします。オッケーオッケー。なんやなんや。自分のお金を自分で守る方法。そういうことそういうことそういうことはねやっぱりね、はい、銀行なんかにも預けてられへんねん。ああ今現状下ろしましょう。貯金全部下ろそう。貯金下ろしましょう、ね、みんな下ろそうぜ。そして自分の家にお金は置いときましょう。自分の家にお金置いとくね、うん、それでも泥棒というのが今度あります。なんや空き巣とかいうのもございます。やばいやばい。そういう旅行に出たりするからね。いらんこと言わんでええねん。いらんことあんま言うなよ。どう守った。どう守んのが一番ええかっちゅう話 や。 いやだからそれがポイントなんですよ今日の話ね。そうそこがポイント。守り方守り方なんです、はい。例えば机の上に置いとくね。机の上に置いとくんですか。例えば言うたんちゃうん。すいません。そうですそうです。疲れさせる。そうです。いや普通ほらどっかへしまっとけとかそういうことかなと思ったんですけど、どこまで行くんですか。そないや歩きたいから言って。なんやなんや。帰ります。カッチーンと使える。帰りましょう。もうごめんないから。あんまり抵抗してないでしょ。ちょ待て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 。ちょっと話しめっちゃすんなり来てるから。ちょっと話しちゃう。あのなこいつが言い返し出したずっと手出してるでしょ。俺はもう
に残ってやりたいよ。もうこいつが帰ろう言い出したらもう言うこと聞かんぜ。山田君が座布団を一枚あげるふりをして全部持って行ってしまうやり方を見破る方法を書かれた松本さんに質問ですが、はいはい、分からないですね。それはさすがに僕も定食屋の親父にお代は結構ですから帰ってくださいと言わせたいのですが、どうすればいいんですか。どんなやと思う。いやいやいや、おじさん。あ、そうですか、いきなりダイレクトにですか。ダイレクトにですか。ダイレクトに神さん。いや、ダイレクトに教えてあげる。いいでしょ、わかりました。じゃあ定食屋入りましょう。はい、入ってください。よし、定食屋に行ってみよう。あー、ここが定食屋か。さあ、何食べます。いや、とんかつ。とんかつはあかんか。何でもええねんけど、とんかつはちょっと違う。ほんならサンマ定食さ食べるかな。いや、ちょっと違う。サバ定食。サバも頑張って。安静やん。これ親父。何何何、これ親父しようか。お前親父すんの。どっちがいいんですか。え、どっちでもいいですよ。どっちでもいいことあれへんやろ。お前が食い逃げの方やろ、うん、じゃあ定食屋の親父やってください。ほんなら僕が定食屋のおばはんやる。いやいや、そういうこと。いやいやいや、響いてそんなでけへんねん。回ってこいや。いやいや、俺がやるのか。そんなお前おっさんとおばあんが進んどったっておったって何の先進めへんやろ。ねえ、ほんと。あー、動物飼うてる。飼うてないよ。一切金魚とか熱帯魚とかそういうのもいないんですか。何がおかしい。いやいや、あ、金魚ぐらいはたまにはおるかもわからんな。何やそれ。おいっ子やないんやから。何やたまに。今日もって今の面白いな。まあね、あなた家族ありますからね、はいはい、僕も本当に動物飼おう飼おうと思ってるんですけど、なかなかね。何飼いたいの。いや、そうやっぱ犬でしょうね。なんか犬好きみたいな。いやー、いや、男やでよ。違うんです、違うんですね。本当に飼いたいの。もうちょっとこうアップしてみたいな。イメージを。本当に飼いたいのはあの雑種なんですよ。雑種のでかいのが欲しいんですよ。まあでもマンションでしょ。うん、買えないじゃないですか。まあそうですよね。え。まあ、ほら、まあまあ、なんていうかな、掃除機があるからいいかなみたいなところもある。ええ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 。いやいや、犬はおらんけど、まあ掃除機があったらええかなっていう気もする。面白いこと言うな。あの、似てるし。ああ、ダメですか。つなんかこう犬好きをプッシュするよな。あのね、もうなんかわからないんですけどね、やっぱりね、すっごい犬が好きなんですよ。犬の中に入りたいと思う。入りたいのはおかしいやん。次々で入りたいっていう気持ちあるやんか、うん、猫でも可愛かったらニューってやりたくなる。それはわかるわな。あのままグチュって中入ってるから。いや、入れへん。中入ってニャーって。XJAPAN の解散を最後まで引き止めていたという松本さんに質問です。XJAPAN 解散の本当の理由を教えてください。これはね、僕が何がこれはね、いや、僕は情報通ですから何でも知ってますけど、これは僕がね、こうテレビで言うっていうのもね、どうかなと思って、で、これはでもへいへい来たんですよね、あの、ね、ヨシキが、はいはい、でもヨシキが目で合図するんですよ。いらんこと言うなと。今日は秀樹と来とんねやと。なるほど。っていう感じのがもうガンガン来てたんで、僕ももういいかどっか言わなかったんですね。もうでももうだいぶ経ってるし、まあええんちゃう、うん、これ言っていいかな。いや、ええんちゃいますか。結局あの都市にちょっと問題が、はははうん、あの都市がね、はいはい、結局ちょっとしゃくれてきてたよ。お前もちょっとしゃくれとれないか。顎のしゃくれ方に関してはカリスマ的存在になっている松本さんに質問です、はい、私は顎がしゃくれているのですが、うん、どうやったら治るんですか、教えてください。これは不愉快ですね。何を言っているんですか。これは選ばれし種族ですよ。確かに僕はね、醜い顎化け物人間ですけども。
んですかね、治らないんですか、それだけ言うたってよ。あのね、僕ね、それものすごい嫌。もともと我々人間というものはしゃくれてるとこから来てるんですよ。そうなんですか。はい、もともと人間っていうのは猿やったんですよ。はいはいはい、わかりますか。はい、わかりますよ。猿で木を、うん、木をこうわーってやってた。あ、言ってましたな。でしょ、うん、その時はしゃくれてなかったんですよ、うん、猿やから、うん、なんかきっかけあったわけ。そう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 。何やに。それであの木から降りてみようって言うたやつがまずおったわけですよ。あね、あ、その時にバカなことを言うなと、なんでわざわざ降りなあかんねや、木の上で楽しいやないかって言うたやつももちろんいますよ。ところが違うんやと、ね、絶対大地にはいろんな冒険があるんや、もっと視野を広げなあかんねやって言うた猿がいたわけですよ、うん、でこう降りてきた時にブワーッとなったんですよ。木のところで、あっと、でこうしゃくれることによってこう街を徘徊することができるんだって。だから第一に降りた時にはしゃくれてたんですよ。ほんでみんな続けいうことでウキウキガクオになって降りた時にはみんなしゃくれてたんですよ。例えばじゃあガキのね、あの時でもね、みんなちょっとこう集まってる時に俺と田中、うん、あれも同じ種族ですよ。顎のしゃくれたもん同士にしか分かれへんこの顎のこのっていうのはカクカクっていうのと、田中はやっぱ返してきますよ、カクカクって。見たことないわそんな。それはどんな酒よりも、どんな鍋をつつくよりも、どんな旅行をするよりも分かち合えるわけですよ、顎旅行。これはなかなかお前らにはできへんことやろ。でもな、うん、お前ぐらいやったらなんや分かれへんねん。でもものすごいやつおるやん。我々士族の中でも、まあ、棟梁と言われているアントニオさんなんか、あれはものすごいですよ。アントニオさんカクカクってやってももうフンって立ってるんですよ。あ、嘘、ランクが違う。もうずっと上、もうずーっと上の人ですから、もう雲の上の人ですから。ああ、そうやな。おいらに言わしたらそうそう喋られへん。それはもう相手にもしてもらえないんですよ。そう、うん、だからお前もそんなん見つけなあかんわ。せっかくええたらこ唇を持ってるあそこ本当にと思いますよ。わかりました、うん、意外といないでしょ。まあ分からんけど、うん、うん、まあ分かった。岸田京子、京子さんが、うん、金村でやらんと、バフバフ、うん、だって岸田さんが例えばどっかのレストランで飯食うてる時に俺が行ってやったらものすごい怒りますよ。何よ食べれないわよガシャン。だって種族が違うし全然伝われへんから。でもお前がパフパフってやったらもうものすごいしゃくれてたがな。たまにねしゃくれててたらごくしびれる。これはややこしいです。ワインで言うたらロゼみたいなやつです。長い休みには気の合う仲間と命がけの冒険に出るという松本さんに質問です。はいはいはい、はい。シベリアの奥地で見つけたという毒キリンの生態についてそろそろ教えてください。僕出会いました、はい、毒キリン。あの見た目はどんな感じなんですかね。普通のキリンとあんま変わらない。あのね、普通のキリンっていうのはあの黄色地にあの黒点じゃないですか。まあまあ、毒キリン逆なんですよ。黒地なん、黒地に黄色点なんです。あ、これ分かりやすい。あ、毒キリンや。そうそうそう。ねえ、この点の部分もね、よう見たらね、毒って書いてある。いや、ただなんで毒キリンなんですか。噛むの。え、噛むの。それはもう、甘噛みですけどね、噛んでみます。甘噛みやったらお前、毒噛んじゃあれへんわ。いや、だから余裕なんですよ、向こうは。いや、余裕でもない。毒は行かせてないから、それ甘噛みやったら。いやいや、だから本当の怖いヤクザってあんまりうわうらーとか言わないでしょ。あ、言わない。いい加減にしなさいよ。あれと一緒なんですよ。いや、だから、ええ、こんな毒持ってるかどうか分かれへんがな。ずーっと何に対しても甘噛みやねんの。いや、
だって死んだやつはおらんわけやろ、ガブッとガブッと。いやいや、だからその何も こっちから攻撃しかけへんかったら、そんなガブッとは来ないですよ。噛まれたら死ぬんや。死ねへん。どこギリンが言ってるやんけ。アホかお前は。食べたら死ぬんですよ。あ、どういうこと。え、キリンを。そんな、だフグと同じ毒ですよ。いや、そんな見た目のやつ、肝があかんね、肝が。そんな見た目のやつ食べるか。黒字で黄色なの。毒って書いてるんだよ。そんなもん食べるわけないから、死んでるやつ俺が一緒にも。青か。え、普通のキリンと一緒で草とかそういうのも食べるわけ。あ、それは食べますね、甘噛みですけど。甘噛みやったらいいお菓子になるがな。だからいつも胃は痛いですから、だからシクシクしてるでしょ、消化は悪いでしょ。ふわ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 。あの過剰マネージャー、うん、ここあの携帯入りにくいやろ、うん、電話しようと思ったらな、その向こうのちょっと外の辺まで行かなあかんねんけど、まあまあ入るから、もうねずっと待ってよんねん、俺が電話してる横に。何やねん、もうこっけや。声出して言えよ。ほんでね、ほんであのトランクに俺ちょっとあの雑誌置いてあったんですよ、うん、あ、それちょっといるわ思って、うん、トランク開けてカッて見て、パッて見たらもう横で待てよかって。トランクこうやって見てるよ、こっけや。わかるやろ。わかる、めっちゃうっとうしやろ。こうだけの話やけどな、うん、これちゃうかな。もうあんな豚で。これな、キヌタでな仕事あるやろ、うん、で僕いつも出るときにトイレ行くんですよ、うん、あの下のところの、はいはい、ほんであそこのとこに階段降りてるときに、あの松本さん、こんなのガキの使いの件なんですけれどもって来るやんか、うん、ちょっと待って、ちょっと俺今証明したいからって言っても、うん、トイレのとこずーっと入ってきて、うん、ほんで俺がこうしてんのをずっと横でこうやって、それでですね。目線はやらしたやん。目線はこうやん。完全にクッ見に来てるんですよ。デバガメマネージャーですよ。デバガメ言えへん。そんな真横におってデバガメおっに言うてんのかな、ま、スケジュールを。まあこいつに言うとって、うん、あれな、ちょっとこれやるかも。逆に俺鬱陶しいね、あんまり近くにおられると。そやろ、うん、そうやね。ましてやあんな、なんか老細工の溶けたみたいなやつだよな。いつもおんねんて、こうやって。別にさ、うん、年がら年中やらなあかんことないやんか、近くにおったって。そうやね、そうやね。別に読んだら聞こえるぐらいの距離におりゃええやん。そうやねそうやね。やろ、うん、ずっと話されたの。ほんでタバコをこう最後こうそう思ってね、うん、こうやってポンって見たらなかったりするんですよね。ほんでこうなキュッとやったと同時ぐらいに次の新しいタバコをポンとこうよ。それは嬉しいことですよ、うん、それはマネージャーとして素晴らしいことですよ、うん、でもやっぱりどっかで見てたんや。しかもその置けるぐらいの距離に距離がおったんやっていうことがもうサブザブシーじゃない。やっぱり俺は土砂降りじゃないですか。うりゃお前なんや、お前クソな。違う、とんでもない。いやいや、自分でクソとは認めへんやんか。いや、お前違う。お前絶対あの、キヌタの俺が証明してる時ク見に来てるやろ。こいつ俺のタレよりク知ってるわ。おかしいよ。頼んでよ、ほんまに。聞いとけ話よ、お前、はい、お前すぐ来れたいうことはすぐそこにおったよ。あれは過剰マネージャーですよ。そのうち俺の車のボンネットの前に手を置いて走りよる。シークレットサービスや。何守っとんねんよ。私は今度学校の卒業式で卒業めっちゃ元気。
あのね、うん、僕ね、昨日ですかね、はい、昨日、明け方にね、うん、ボクシングやってるんですよ。ああ、そうなんや。ボクシング、昨日見た人います？あ、そこのお兄ちゃん。あ、おる。俺もうね、笑ってね、もうおもろってしょうがなかったんですよ。ボクシング。ボクシング。うん、あのね、まあいろんな名前ありますわ。うん、ファイティング原田や、うん、ガッツ石松や。ありますね。ね、うん、あのね、もう名前でまずもう僕もびっくりこいてもらったんですけど、うん、リングネーム。リングネームでもびっくりこいたんですけど、うんうん、サイボーグ高一って。ほんまかいな。ね。ほんま。もうその時点で僕もファンになってしまったんですよ。サイボーグ高一ですよ。もうね、あのね、まずね、そのアナウンサーとか解説の人がね、はい、サイボーグって言うんですよ。まあでもほら、あ、今高一はいいパンチをって高一は言わない。おかしい。サイボーグの動きが早いですからね。そらそうやん。サイボーグやるから。うん、で相手の選手名前忘れたけどね、もうあんまりこっちがインパクトありすぎて、何々君もなんとかサイボーグの動きを止めないとダメですよ。止まれへんちゅう。サイボーグやっちゅう。びっくりしてね。いや、だからどうやねん、試合はどうやねん。いや、もうそれはね、うん、すごかったよね。もうびっくりしたんよ。お前も上がってこい。ほんで1ラウンドすごかったんですよ、サイボーグが。おうおうおう、そのサイボーグやもんね。そらせや。ほんで、1ラウンド終わりまして、10対9で、うん、サイボーグのが取ってます。2ラウンドもまあまあまあ行ってたんですよ。はいはいはい、行ってたところにびっくりしたのが、3ラウンドですよ。3ラウンドカーンってゴング鳴ったのに、サイボーグが、なんとサイボーグが椅子から立たなかった。ね、ほんなら、ね、燃料切れ。ほんならアナウンサーが、サイボーグが動かないぞ。ほんまかいや。それほんまか、お前。ほんまやねんって。ほんで、ね、ずっと座ったままで、サイボーグが動かないんですよ。ほいでレフリーはもちろんね、そのファイファイやるんですよ、言うわね、サイボーグが。ほんならもうカン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 ってサイボーグ負けたんですよ。マジで？ほんなら、マイク持ったおっさんがバッとリングに上がってきて、ご説明いたしますと。うん、そりゃそうやわね。何、うん、のこっちゃ客も分かる。そりゃそう。俺も見てる、俺もサイボーグやのにって。そりゃそう。絶対あるわけですよ。うん、みんな思ってるわね。ね、うん。聞いたら、うん、2ラウンドの終わりぐらいに、相手のやつのフック、うん、左フックか右フックか分からんけど、入ったんですよ、脇に。なるほど。それで、うん、痛いね。サイボーグの脇腹が折れたんですよ。何でできとんですよ。そんなもんで折れんのかい。最初1ラウンド目はすごかったで、さすがに。ああ、そう。うん。それが嘘みたいに3ラウンドも。いや、そんなどっか蓋開いてんのかなと思った。蓋ぐらいでは動く動く。蓋ぐらいはどっちもないから。いや、なんかもうカチャカチャっていう蓋あるじゃないですか。ああ、テレビの下にあるやつみたいな。あれがこう2回やってもで開いた感じになってもらったから、もう1回カチャってやらない。それにしたってこれぐらいは大丈夫や。いや、こうなった時にカチャってなったんかな。ボーンワー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 ってなったんかな。一回会長が優しくカチャってやってやる。そっとカチャって。いや、ほんまにね。そう、うん、奥さんと5年前から不倫している松本さんです。最近浜田さんの奥さんとガム旅行に行ったらしいですね。その旅行の話をぜひ聞かせてください。お願いします。まあ、いつこのハガキが来るかなって俺。まあ、週刊女性しかり、朝日芸能しかり、いつスクープされるかという。ドキドキしてたよ。ドキドキしてたし、密に連絡が取り合ってたよ。お前何、ちっちゃい、声ちっちゃい。大丈夫やねんな、大丈夫やねんな。だから結局まとめると大丈夫やねん。お前それ自分の女とやってたやろ。違う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 、そんなんはありましたよ。あ、なるほど。まあまあ、でもまあまあしょうがないですね。今の面白いわ。わかるわそれ。まあそれは結局は大丈夫やねん。
で正直ガキのオープニング撮ってる時も電話はありましたよ。あ、そうですか。でこっちでお前を気にしながら、うわ旦那おんのに大丈夫かお前やってました。なんかね、こうやらしやらしい、こういうなんかこう危険な恋というか、危険な情事っていうのは人を燃えさすもんですよ。あ、なるほどね。だからあんなにも抱いてって言ってしまったんほとんど抱いてしか言うてなかったよ